カル・クラッチローはイギリスのオートバイレーサー。イングランドウェストミッドランズ州コベントリー出身。2009年のスーパースポーツ世界選手権チャンピオン。2011年よりロードレース世界選手権モートジッピークラスに参戦中。父ディレックがオートバイレーサーであったが、カルは11歳になるまでレースに興味を持っておらず、コベントリーシティ FC。 アストンビラ FC などのサッカークラブのトライアルを受けたりしていたが、やがてオートバイレースに集中するようになった。1999年、初めてのロードレースとして UK ジュニアカップに参戦すると、初年度にしてチャンピオンとなった。2000年からはアプリリリア RS125 チャレンジに参戦し、翌2001年にチャンピオンを獲得した。2003年には、 ヤマハ r 6カップに参戦し、トミー・ヒルに次ぐシリーズ2位となった。2004年からはイギリススーパースポーツ選手権に参戦を開始。2005年にはシリーズランキング3位、そして参戦3年目の2006年にチャンピオンを獲得した。2007年、クラッチローはイギリス国内選手権の最高峰、イギリススーパーバイク選手権にリズラ・スズキチームから、 ベテランのクリス・ウォーカーのチームメイトとしてデビューを果たした。第10戦クロフトでポールポジションを獲得、最終戦、ブランズハッチで初表彰台に立ち、シリーズランキング9位で初年度を終えた。2008年、BSB ブランズハッチ2008年は、HM プラントホンダチームに移籍、開幕戦スラクストンでのレース2でシリーズ初優勝を遂げた。第二戦、オールトンパークでは、 ポールポジションを獲得したが、レース1ではトップを走行中に濡れた路面でラインを外して階に沈み、レース2では激しくクラッシュし足首を負傷してしまった。しかしその後第3戦ブランズハッチのレース2で2勝目を上げるなど、シーズン中盤まではチームメイトのレオン・ハスラムを上回る活躍を見せていたが、終盤はハスラムに逆転され、シェーン・バーン、ハスラムに次ぐランキング3位で、 シリーズ2年目を終えた。またこの年のスーパーバイク世界選手権には、ハスラムと共に2ラウンドに、スポット参戦し、デビュー戦となった第10戦ドニントンのレースにでは見事に表彰台に立った。さらにこの年は、鈴鹿8時間耐久ロードレースに、森脇から出場、山口達也をパートナーに6位で完走を果たした。2009年、 WSS ニュルブルクリンク2008年9月23日、クラッチローは、ウィルコ・ズ・イーレンベルグ率いるヤマハのファクトリーチームと契約を結び、2009年シーズンは、スーパースポーツ世界選手権に参戦することが発表された。第10戦ブルノで、メカニカルトラブルに見舞われリタイアするまでは、前戦で4位以内に入賞し、パーカルガー・ホンダチームの友人ラバティと、 チャンピオン争いを展開することとなった。クラッチローがポイント争いをリードしていたが、第12戦イモラではギアボックストラブルでシーズン2度目のリタイアを起死したため、3ポイント差でラバティがトップに立った。しかし、第13戦マニクールではラバティが点灯で回に沈み、19ポイント差でクラッチローがランキングトップに返り咲いた。最終戦ポルティマオでは、 ラバティが優勝したものの4位に入ったクラッチローがポイントテーブル上は逃げ切ってチャンピオンに輝いた。2010年 SBK シルバーストン2009年10月1日、クラッチローはよくシーズンスーパーバイク世界選手権にステップアップしヤマハのファクトリーチームから参戦することが発表された。チームメイトはモートジッピーでのシートを失った。 元 SBK チャンピオンのジェームス・ストスランドとなった。クラッチローは第2戦ポルティマオで初のポールポジションを獲得したが、レース1レースにとも勝利を挙げることはできなかった。その後もたびたびポールを獲得するが勝利には届かない。レースが続いていたが、第10戦シルバーストーンでシーズン5度目のポールからスタートした。クラッチローは典型とホンダのジョナサン・レートのバトルを制し レース1レースに W 優勝を遂げた。その後最終戦マニクールのレース1でシーズン3勝目を挙げ、シリーズランキングではチームメイトのトスランドを上回り、ヤマハ勢最上位となる5位でルーキーイヤーを得た。2011年ポルトガル GP2011 年、クラッチローはロードレース世界選手権、モートジッピークラスに活動の場を移し、ヤマハサテライトのテック3チームで、 ベンスピーズの後釜として、ユーザー M1 を狩ることとなった。第6戦イギリス GP では、予選で鎖骨を骨折し、地元デビューは果たせなかったが、シーズンを通して、もう一人のルーキーであるカレル・アブラハムと、ポイントランキング争いを演じた。1ポイントのリードを持って迎えた、最終戦バレンシア GP では5位をめぐっての激しい、直接バトルを展開した。 ファイナルラップにはアブラハムが点灯。クラッチローは前方を走っていたダニペドロサの攻略にも成功し、シーズン自己ベストの4位に入賞。年間ランキング12位を記録して、ルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝いた。2012年シーズンもテック3チームに残留 1000cc のユーザー M1 を買って2年目のシーズンを迎える。第2戦スペイン GP では、キャリア初のファステストラップを記録。 第12戦チェコ GP では、初表彰台3位を獲得。2013年シーズンもチームメイトであったアンドレア、ドビツヨーゾが、ドカティに移籍したため、ドカティへの移籍はならず、テック3チームに残留。3年目を迎える。ワークスマシンではなく、サテライトマシンでの参戦ではありながら、序盤から上位陣に食い込む活躍を見せ、第4戦のフランス、ルマン GP では、 フリー走行での転倒による右肩骨抗原骨折、内臓へのダメージによる、吐血等という状態での出場でありながら、決勝では、自己最高位である2位表彰台を獲得し、注目を集め、年間4回の表彰台を獲得し、ヤマハ、ホンダの4人のワークスライダーに続く年間ランキング5位でシリーズを終える。2014年シーズンはドゥカティへと移籍。再びチームメイトが、 アンドレアドビツヨーゾとなる。アラゴン GP では3位を獲得するなどの活躍を見せるが、全体としてはリタイアの多い、振るわないシーズンとなる。年間ランキングは13位。2015年シーズンにより LCR ホンダチームに移籍し、チームメイトはジャック・ミラーとなる。サテライトチームではあるが、ワークス機のホンダ RC213V を対応される。 第3戦アルゼンチン GP では3位表彰台を獲得するがこの年のマシンの不調もあり年間ランキングは8位2016年シーズンも LCR ホンダチームに所属クラッチローの単独人選となる9人の異なる優勝者が出るシーズンとなったがマナ娘が誕生した直後の第11戦チェコ GP にてグランプリレース初優勝 そして16戦オーストラリア GP も優勝して年間2勝を挙げ4度表彰台を獲得する。しかしレース中の転倒も多かったため年間ランキングは7位に終わった。2020年シーズンまで LCR ホンダチームより参戦。2021年シーズンはヤマハのテストライダーに就任。ロナスヤマハ SRT から左膝負傷による欠場のフランコモルビデリの代役として 第10戦スティリア GP から第12戦、イギリス GP まで出場。ありがとうございます。